ね、そんな長岡慎太郎さん心労にたたってると思って、おなんかストレス抱えれてるなみたいなことを言い出すかなとうっすら思ってなんで俺言われてんの、まあ、僕もね、うん、ちょっとね疲れた時にはあたまにこのね僕ね、うん、てかあんま教えたくないんだけどねこういうメソッドは、あ自分のね、まあ、坂本のメンタリズムみたいなあんま教えたくないんだよ、うん、こう色とりどりセットを色とりどり眺めることで、うん、結構癒されるところあるから、うん、これ僕色彩検定3級とか持ってるじゃんはいそうだね言ってるね、それやっぱそういうのからつながってんのかなと思って、昔から色に対して敏感なの、絶対色感とか持ってるのよこれは緑ですねとかこれは青ですねみたいになるのよ色見たら、はいはいはい、ああこれはマンセル色相感で、うん、Y60 とかあるなみたいな、はいはい、絶対色感持っててそういうところからも来るのかな、うん、でも君たちもねきっと癒されるはずなんだよね。どんなやつ、例えばさ、うん、こういうやつなわけわかるいやーねこういうのを眺めてるとなんか癒されない。え、何これ、ブロック、ただのブロック、もうただの色とりどりのブロック100個セット、うん、たった2000円でこれ家に来て、うん、もうよいかようにもどうぞみたいな感じになったわけ。いかようにも、いやいかようにも、いかようにも、え、いらなくないこれ、え、何に使うこれを、いや並べたりして積み上げた、みんなちょっとわかる、ほうちょっとわかるってあるじゃん、わかるこれ、こういうのなんかね色とりどりのやつが、うん、規則正しく並んでたりグラデーションになってるのを見ると、うん、なんだろうな、気持ちが安らぐと言いますか、もっと優しい色合いがいい。でもこれいざ来たとして、うん、まあ、この綺麗になってればいいけど、その均等に置くとかができなくて逆にストレス溜まりそう。そ、自分でやればいいじゃん、綺麗に並べ、いろんな順番に並べるだけじゃん。だそう、並べるまでに小学生でもできるじゃんそんなの並べりゃいいじゃん。まあ、そこはレゴブロックやってたでしょ、やってたよ、同じ、それより簡単だから並べるまでがストレスかな。そんな君のために、何、並べるまでがストレスっていう君を予測して、うん、はい、こういうのもありますから、最初から並んでいる使い道ないだろこれ。使ったらもったい、使ったら減るだろ。いやそういうもんだろ、鉛筆さんを使ったら減るわけ、うん、ほらもうこれは使わずに眺めるようよ額縁に飾るようだからこれ印刷して貼っとくだけでいいじゃん。いやでもなんかさ、手でさ、うん、このコロコロコロってやりたくない、上コロコロなぞりたくない、わかる、あそれはちょっとわかるか、指でこう なぞって回転させつつ、うん、でまた戻しつつみたいなやりたくない、うん2回なぞったら180度回転すんのかなって、また印字してるところが上に全部向くのかなみたいなやりたくない、くったらね使ったら減っちゃうからもったいないだろ。まあそうだよ、買ったまま開けて、うん、あーってなってで転がしてで色組み合わせを変えて、うん、じゃあここは赤と黄色の魚かセットの色鉛筆で、うん、まあ、この1万はみたいな感じにして満足したりするのが楽しいのよ。で使っちゃダメだよ、まあまあせっかくだから、ね、でお値段も3000円なんだ、安安よ、うん、172色で3000円って1本いくらやってなるじゃん。そう、ね、1本30円とかの世界だろ。安いな、安安よ、そのえ俺これ買ったら使っちゃうな絶対、絵描いたりして。まあじゃあ買ってあげるから使ってよ、見たいわ中岡の172色使った渾身の色彩が見たいわ。俺にはだって何色かにしか見えないぞこんなの。それで書いて癒されるんだったらそれはそれでいいよ、使って、うん、僕は見て癒されるが、うん、どうだいこれ、いらない、だそんなあなたのために場所取るもんこれ、そんな4文字で、うん、断言したあなたのために、いらない、はい、じゃあるからまだまだ、うん、まだあんの、これどうですかこんなお祭り屋の縁日で売ってるやつじゃん。違う、これは、うん、駄菓子屋のスーパーボールくじ、わかります、わかるよ、やったことあるよ、それが一つ丸ごと、うん、おい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 、風神柱とか入ってるぜ、いや、いらないよ、なんでスーパーボールこんなって楽しくない、色とりどりのスーパーボールが、いや懐かしさに打ち震えない、まず、いやお祭りでくじで、うん、取るんだったら懐かしいってなるけど、いやくじもセットだよこんなもん、こんな自分のものだってなっちゃったら楽しみないじゃん。でくじも自分で引いてその日のスーパーボールを選べばいいじゃんで僕ん家来る時とかにスーパーボール跳ねらさせながら来るとか楽しみがいかようにもだろ転がってったらどうすんね、転がった人追っかけろよ引かれちまうってで信号っていう文明があるからこの世には、青になったら取りに行けばいいそれでいいだろう、車に引かれてぺっちゃんこだ、なんでそんなどうもいらない、いらないな、スーパーボールはいらないな本当。そんなあなたのために、うん、実用的なのが欲しいってことか、うん、まあ、ある程度なってあるから、
てでーん。なにこれ。これスタンプ。え、シュニック、カラフルシュニック。もうこれね、もうほんと出したくなかった、君たちの前に、うん、もうとっておきだよ、はい、秘密兵器中の秘密兵器、うん、お前これやばいぞ。何使うのこんなの。いや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 、佐川とか来た時に、うん、これでお前色とりどりの、はい、やってみ、シャチハタでポンと。シャチハタはもう単独で色ついてんじゃん。佐川ビビるよ。今日は緑ですか、うん、ありがとうございます。あれ今日は黒ですか、はい、佐川のお兄さんのストレスも軽減よ。あいつんち毎回イロハス6箱も頼んで、はい、一発腰痛ダメになるあいつんちも、うん、ん、今日はピンクか、そんな、ね、今日は水色かってなるわけ。チャラになるわけないだろ。これ良くない、スタンプ台。いや、いらないな、これこそ。いらない、うん、シュニックがこんな色とりどり。僕これ目から鱗落ちたからな、初めて見た時。マジか、赤だけじゃないんだって。あ、色、色自体が別に水色のハンコをしてもいいじゃないと、うん、でもこれ銀行に持ってくわ、暑いから会社員押すとき全部色とりどりにするわ。え、銀行変な色って使っていいのかな。いやいやいや、僕は色分かりませんって通すから。色彩なんちゃらどこ行った。僕は赤がこの色に見えてます。え、メアリー問題分かりますって言っちゃう僕。うん、僕はもう生まれた時から赤を青だと思って生まれてきたんで、はい、僕にとってこの色は 青だと思いますか、うん、僕はあと赤、はい、え、クオリア問題に発展させるがいいかみたいな、僕はこねる。めんどくせえこいつ。いいんだよ。哲学的問題発展させてもいいんだよでこねて、まあ、うん、納得させる自信はある。まあそうなったら銀行に置いてあるこの手肉を使ってくださいで終わると思うけどね。いや僕はいやいやじゃないね。そこはいや関係ない。よくな い, い買ってあげるよ、誕生日間近だから。いらねってこんなの。いらない、うん、それなら現金くれや、この分の。現金は色とりどりにならないからな、だいたい王道色とかだしな。うーん、色ないからな、いつらあんまり。いや俺は別にそんな色関係ないからさ、気にしないから色。あ、ほんと結構いっぱい用意したんだけどな。今おすすめはね、はい、まあ、付箋もいいよね。レインボー付箋、今日はどの色で僕のトゥードゥ行こっかみたいな。そんなに使わないだろ。今日の仕事はどの付箋かな。なんで一人しかいないのに付箋使おうとしてんの。それこそ使い道ないだろ。ほんと会社に貼ったら結構モテると思ったんだけどな。最低限一色なの、ピンクのやつ一個でいいんだよ。あ、そっか、うん、ガムとかどうよこれ。中岡水前かと思ったんだけど、1年楽しめるぜこれ。だって10個ぐらい口に入れたら1食になっちゃうじゃん、口の中で。なんで一気に食うんだよ、1日1個だろ。あ、これでっかいやつか、1つ。そうそうそう、あの100円ですやつな。あ、これは下げるか。美味しくないんだよな。美味しくないよ。あんまりなんだよな。美味しくないの。味すぐなくなるんだよ。瓶ね、視聴者のみんなはね、瓶を見てくれて今。瓶、はい、お目が高いですね、視聴者の皆さんは。真ん中のやつか。これね、パワーストーン全セットです。どれか当たるだろう、みんな。こんだけパワーストーン揃えたらどれかは絶対ヒットするはず。誕生石とかではないんじゃん。もう全部入ってるはず。自分の誕生日とかパワーストーン分かんない人は、うん、とりあえずこれ持っとけば、うん、どれかは当たってるはず。どれかの効能が君を幸せにするはず。そこは調べて自分のやつ買いなさいよ。めんどくさいじゃん。いや全部買って置いとくわ。どれかは当たるし。なんかさ、宝くじのさ前後賞みたく、うん、パワーストーンも9月の前後賞で7月と10月とかも合うかもしらんじゃん。ないよそんなの。なんかあるんじゃない、グラフ的にさ。誕生石の前後賞なんて。